はい、皆さんこんにちは、ピカです。ゼルダの伝説夢を見る島やっていくぜ。はい、前回ここ鍵のホラー中やっとクリアしまして、今度の目的地ヤーナ砂漠というところ、まあね、ここら辺ですね、多分ね、砂漠の風景は、ここなんか違うね、そのまま、東に向かっていきましょう。西も東も分かりません。いやーな予感がいたします。そうだ、こやつは空飛ぶペガサスの靴でやればいいんじゃ。はい、嫌な予感が的中です。何、俺をかわしたと申すか。おら、豚ってんじゃねえわよ。でどっから行くんじゃ。なんだこれ、ここになんか抜け穴あんのか。この川みたいとこ入れんのか。こっから行くのかな。そうなのか。入れっか。水泳教室に行くの忘れてました。いけねえんだよね。これ落ちる？オッケー、落ちた。リンゴを拾った。よし。くよら。うめえぜ。アップルだぜ、アップル。どんぐり落ちねえか。あ、これなんか湯気みたいなのあったんだ。まずこの豚は後ろから死んでこない。よし、でに下の地に掘る。オッケー。ここね。ならばこっち行くか。行けっかなっていうか、この道でいいのか。この気配は。
ほうほう。風の魚はこの上の卵の中でいつ終わるともわからぬ長い夢を見続けておる。八つの楽器を卵の前で奏でたその時こそ風の魚は夢から覚める。それが島を出るただ一つの方法じゃて。ほほ、わかるな。まだ早いっちゅうこっちゃ。私は行きたいんです。あ、でけえし。目覚めてください。ダメだ、あれはもう一生かかっても食えんな。この煽りも大丈夫。そしてすかさず死んでいた。おお、たくさん回復すんのか。酸っぱいの、酸っぱいにもかかわらずじゃ。あ、テクタイトいる。でもいいわ。こっちになんかハートのかけらとかなんかねえの。タルタロス山脈。これを落とせるんだよな。これをこっちに落として、で、これをこっち押して、あ、押せない。押せるだろ。いや、積んじゃったかな。ぎゅひゅ、押せ、オッケー。で、押して、押して、汚染した。一回だけなんだ、汚染の。これ押せる？あ、そこまで登るんだ。こうして、こうして、これ壊して、で、こっちジャンプの、こうして、で、また取ると。で、こう行ってジャンプしていく。で、切り捨てごめんにした後に、こいつには刀の錆にしてもらい、上がる。これ押せる？押せん。でも持てる。臭い。よーし。刺せる。で、これも刺せる、刺せる、刺せる。思いっきり刺せる。で、こういって、こういって、うわ、グフ、うん、で、これどうする。あー、こう大ジャンプできっか。あっちにもハートのかけらある。
いけーぐひひ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 ひ嘘でしょこれお前どんなタイミングなんだよ。もう死んでもいいよもう。いけんなダメだな。これどうやって行くんだろうな。全くわかんねえな。爆弾いけるか？めちゃくちゃ悔しい。ポン、持つ、投げる、ボーン。わからん。わかんねえ。オッケいやあれタイミングあれ以上俺の技術では無理だな。なんか手振ってるわ。俺のレベルでは無理じゃ。今のなんだそれお前。パパール、いや約束通りパパール遭難しちゃったんすよ。あそうっすか。腹減って動けないんすよ。なんか食い物くれないっすか。あげないよ。あんた冷たい人っすね。いやないもん。これは？まあ砂漠に向かいましょう。もうここは良い。滝。どう行くの？行き止まりだ。マジかい。あの宝箱の部屋見たくもねえんだがな。ムカつくから。まさかあれで岩壊せんよね。ちょっとやってみっか。無理やね。まあ一か八か。爆弾もやってみろ。ハム、あこっちならば。おい、あ無理だ。よし行こう。
いや、こっから行けないじゃねえか。行けるの？行けるな。なんか行けるかわかんないけど、なんか行ける。あれワープ地点だな。だからそれどうやんの？ちょっと待て。あ、ダメだな。どういくんだろうね。まだなんかフックとかそういうの出てくんのか。もうこれはジャンプでいけそうだな。これくらいなら。どうして？いけねえの？操作間違ってねえよな。あ、ここで止まっちゃうんだ。なんだそれお前。なんだそれお前。じゃあいけねえじゃねえか。行き止まりやんか。ここ行けっかな。行けんわな。なんかあこに自動販売機みたいなのあるぞ。こんなところに鍵穴が。アングラーの鍵穴だってさ。滝って言ってなかった？今度ここじゃないの？砂漠なのか。よし、そしたらワープじゃ。ごめんね。よし、マーサの入り江。どっかこっちから出るのか。これもね、ここ大ジャンプで行けそうだね。ダメやんか。島の南東にあるヤーナ砂漠にアングラーの鍵というものがあるそうじゃよ。ああ、やっぱあの滝なんだね。
台ジャンプか。おしける。っていうか、ここじゃねえやろ。やった。宝取れるぞ。これあの海岸か。マジでこれ以上どっから行けっつうの？全部海やんか。どっから行けって言うんだよ。これこれか。ズームできねえもん。これでズームやってんのか。ここジャンプかな。いけねえもんな。どう倒すんだこれら。もあの切り株爆弾かな。爆弾かこれ。あかんなあ。あんたこんなとこかよ。なんだそらお前。おいおい、だからいけねえんじゃ。いけるか。今度はいけそうじゃ。ようやくいけたぞ。いえへへ、父。
ここのすぐ北と南に神殿がある。まずはサウスに向かいなされ。風の魚とゆかりのある荒れ果てた古代の遺跡じゃ。そこで何を見るかの。おほほ、なんだと。まずは南。何を抜かす。入ってくるなボケ。貴様どこまで来んじゃ。まずは南へと行く。マチチ、北へ向かって。俺は北じゃ。だがあっちに何か怪しげな匂いが漂っている。おし、よし、素直に南に向かいましょう。南の神殿、わかりました。なんか動きそうじゃん。なんだこいつ。あかん。でどう行くんだこいつか。まさかこれ力のかけら取ったらやれるっちゅうことはあるか。無理じゃ。やろう。なんで俺スライムに殺されとらんないかんのや。ちょっとムカつく。よし、こう。弓矢。なに？おい。やめろお前、その分からん。まあ振動は分かるんだが、ちょっと待って、弓矢なんか今使えんやろ。矢拾ったけど弓矢ねえから無理やろ。どうやるの。無理やんか。
わからんぞ。これなんだ。いや、弓ないとまだ来たらあかんいうことかな。でもまずは南に向かいなされ、言うたらもうここしかないよね。どうやればいいのあれ。後ろからやっても倒せなかったような気がするし。なんかちょっと気分悪いな。ダッシュコインか。当たんねえもん。わからんねえ。そう、どのタイミングで攻撃すんの。そうしたら、どれだけの知能指数だったら これ攻略できんの。まあ俺アホなのはわかるけど、後ろも効かん。逃げ練習こう無理じゃない。無理じゃないっていうか、どうやんのこれ。わからん。攻略見よう。これわからん。マジでわからん。やはりね、ここ来るべきところじゃないみたい。来させるな、ボケ。アホか。ここじゃなく、本当の砂漠に行かなければいけないみたいよ。どこ行くんだ。とにかくここじゃないみたい。ここ次の、今から行く滝の神殿終わった、またその次の神殿を終えてから来なければいけないとこみたい。どんだけレベル飛び越えてんだよ。来させるな、マジで。攻略方法ないやろお前。俺よっぽどアホかと思ったよ。こんなもん知能指数の関係もねえよ。無謀なとこ行ってるんじゃねえか。じゃあどこ行くんだこれ。行く道ねえもんな。行かなければいけないんじゃん。こっちなのかな。この上か。まずは南へ行きなされて。あの袋、お前バカ野郎。
風の魚の目覚めなくば勇者は島の 土になる。いや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 、ねえぞ。階段とかなんかあるみたいなこと言ってたけど、あ、ここ爆弾いけるな。ムカつくね。爆弾全部箱で使っちゃったよ。あ、ここ下か。俺上来たんだな。ここ下から行くのか。しかしほくろじゃねえよ、袋か。袋あんなこと言うたらねえ、あんなもん誰だって神殿に行くわよ、ボケ。もう動物の村、ここでいいんだ。チコチコプロロロロウルリラじゃん。ぶち切れるんじゃねえピカ。島の南東にあるヤナ砂漠に鍵があるんじゃよ。嘘聞いた。ここは行く必要がない。素直に。素直に動物の森に行きましょう。動物の村に。ああ、こんな日にはやっぱりあれだよな。あれ、そうだよ、それしかないだろう。動物の村とメーベの村は姉妹提携都市なんだ。都市って言うほどじゃないけどね。関係ないけど、メーベの村に夢の祠ってのがあるでしょ。ある確かな筋の話じゃ。バツバツバツが置いてあるんだってさ。本当かな。左から順番に入っていこう。
ナ砂漠？南の方に入り口があるけど、あいつが道を塞いじゃって行けないかもな。どいつだ、ぶった切ってやる。食べないでくれちゃい。シュール・ドナピッチ。ミーが有名な芸術家、シュール・ドナピッチじゃんすござんす。入り江の人魚像もミーの自作 自信作ざんす。実はあの像は訳ありで未完成なざんす。ミーの芸術は難しすぎてあんたには無理ざんすね。あ、そう。いやいや、お前何書いてんの、お前、モデルが一つもねえじゃねえか、お前。このモデルが、お前、映ってねえじゃねえか、お前。カルさん。あー、もしもし。いやはーん、モデルのバカ。はい。何言ってんだこいつ。あー、もしもし。あの、無視ですか。クリスティーヌ、乙女の部屋を訪れる時のエチケットってご存知なの、貴様。いえ。お花くらいいただければお話しする気にもなるんですけど。はい、そう、ハイビスカスが好きですの、私の場合。とっても。はい、ハイビスカスですね。わかりました。ハイビスカス、ハイビ、これか。これ惚れっちゅうことか、惚れるのか。惚れねえし。ハイビスカスってどれや。これじゃねえのか。最近怪物が増えちゃってメーベの村に行けなくってさ。あー、マリンちゃん会いたいな。あ、ま、マリンちゃんってお前、あの、タリンくんの、あれだろ？娘だろ？いやー、ハイビスカス知らない、クマのコック。ハイホーメーさん、そいつはひょっとすると蜂の巣じゃねえか。くまったくまった、おい。ちょうど蜂蜜切らしてんだ、パイナップルと交換しねえか。ああ、いいよ。蜂の巣とパイナップルを取り替えた。酸っぱいけど美味しい、美味しいけど酸っぱいけど、目の頭みたいくせえかもな。おうおう、ヤーナ砂漠ね、知ってるぜ。この村の南に入り口があるんだがな、でっけえ聖打ちが道を塞いでんだ。あいつは一度寝ちまうとずっと動かねえしな。そ、マリンちゃん連れてきな。あの子の歌で起こしちまえよ。海の歌だよ、海の。びっくり仰天玉手箱っちゅうこっちゃ。わかった。あれは何回も歌われたらさすがにね。お、起きるわね、そりゃ。うん、行くよ。マリンちゃんはと、マリンちゃんは、ここら辺にいるんだよね。まあ、とりあえず西に向かっていこう。いやいや、でもあのハイビスカスって何だったんだ。あ、ここ
ワープできる。マリンちゃんもワープできるかな。あ、そうだ、こっから行くか。ここら辺だから、ここだ。え、こっちか。ワクワク草原違う、小屋こっちだよな、こっちだよね。なあ、ここじゃ。よし、あ、ここ掘ろう。何もない。おし、メーベの村。手を行って、マリンちゃん、あれ、マリンちゃんはこっちか。いないぞ。ここじゃないな。絶対ここだと思うんだがな。あの男の子に聞いてみっか。あれ、マリンちゃんいないね。どうしたんだろう。いやいや、こっちのセリフだよお前。早急にマリンちゃんがいるんだよ。これなんだこれ。お、初めて入んのか。夢の祠。うん、止まるなよ、止まるなよ、止まるなよっつってだろ。ハート取りに行ってお前落ちてたらお前シャレになってねえやろそれお前。オッケー、一か八か、生きるか死ぬか。何かある。あ、オカリナあるぞ。おしい、オカリナがある、オカリナがある、オカリナ何かあるか、はい、オカリナ何かあるか。オカリナ何に吹くの、これ何よ。優しい音色を奏でる楽器。しかしまだ曲を覚えていなかった。あった、ならば、マリンちゃんなんだよ。なんでこんなとこにいるんだよ。まあオカリナもらえたからいいけどね。
まあまあ、じいさんに電話してみよう。そしたらマリンちゃんの居場所わかるかもしれない。君知ってるか？ねえねえ兄ちゃん、お金ちょうだい。中にお借りがあるんだけどさ、なあ足りないんじゃないの？それじゃあうんこになるよ。ねえ坊や、てんてん、おいら子供だからこれ以上言わないことにするよ。オカリナを何と間違えてんのかちょっとわかんないけどね。あまりエロいことばかり考えてたらお前アホになるぞ。本当に。電話ボックス探せ。ここだ。よーし。もしもし。ブルルルガチャ、ウルリラじゃ。島の南東にあるヤーナ砂漠に鍵があるのじゃよ。分かってます。3回目だお前それ。マリリンちゃんが、マリンちゃんが、ヤッホー、あたしは元気だけど張り切りすぎたかね。とうとうほうきもボロボロに壊れてなくなっちゃったよ。あ、そう、覚えておきますよ、おばあちゃん。いい毛並みですね、本当に。つややかで、つやがあって、つるつるして、全部毛がねえ状態じゃねえか、それお前。いや、おい、なんか知ってっか。タマランチ山の聖なる卵、風の魚はその中で眠ってるんだってさ。なぜ？おいらもそんなこと知らないよ。そう。リンゴは俺がもらう。マリン、どこ、どう手がかりで、どういうルートでどう行けばいいんだろう。まあ、これ実況中なんだよ。電話にぐらいヒント入れとけ。980高えな。もらう。オッケー、あ、これももらう。戻ろう。もしかしたらこっちにいるのかもしんないね。でもお姉ちゃんいないねって言ってたな。こいつか。おい、おう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 、
本当にエロい夢ばっかり見合ってん。マリンいねえ。なんか手がかりくれよ。あ、ここ爆弾ある。爆弾はないけどね、仕掛けられるとこがあるっていうことだ。押して押してこう言って渡ってた。押して おなんだここ。どう行くんだ。なんだこれ。わからん。からか。こっちからか。へえ。いけんのか。いけんね、これいけんだろう、普通に。これいけんのかな。これ攻略見ようにも攻略の検索のしようがないよね。ハートの器の、あ、全ハートの器の取り方とかってやったら言ってくれるかな。うん、わかんねこれ。どう取るのかさっぱりわからん。どうしてそこで落ちるか。あ、ここにあるぞ。とにかくマリンちゃんの手がかりを。これで全部入ったよね、ここ。夢の祠ってのがあるでしょ。はいはい。オカリナじゃないの。バツバツバツだな。あれマリンなのかな。ここ来てないような気する。
うん、マリンちゃんいないんだけど。このオカリナ吹いて何か起きるかな。あかん。はい、ごめんなさい。それでは、ちょっとマリンちゃん探してそこからスタートしたいと思います。次回は、今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。